様別知識認定コーチの西村です。本日はフスハーとアーミーヤって話をいたします。皆さんアラビア語ってご存知ですか？アラビア半島とか北アフリカの方で話されている言語です。このアラビア語なんですけども、地方方言であるアーミーヤと公式語の、正式な書き言葉ですねのフスハーとに分かれてます。フスハーってコーランとかを読み上げるときに、このきちんとしたフスハーで読み上げなきゃいけないっていう決まりがあるんですよね。だからアラビア語の世界で何が起こってるかっていうと、テレビでニュースで話される言葉はフスハーなんだけど、日常使われるのがアーミーヤだっていう、全然なんか違う言葉が話されているような感じになるんですよ。日本の方で置き換えると、なんか方言と東京方言が全然違うでしょ。あれのひどい感じって言えばいいんですかね。テレビの中だと万葉言葉が喋られているようなイメージになるんです。朝き夢見し日もせすんみたいなのがテレビの中では喋られてるんだみたいなイメージなんですよ。万葉言葉がそのまんま昔から使われ続けてるみたいなイメージなんです。何が言いたいかっていうと、喋ってる言葉といわゆるかっちりした言葉が全然別なのが、ごくごく最近になるまでの長い歴史の中で行われてたってことが言いたいんです。例えば聖書とかの言葉だとラテン語が書かれてるんですよ。本とかにはラテン語が正式で、話されてたのは英語とかドイツ語とかフランス語だったわけでしょ。っていう期間が長いこと続いてたんです。コーチングの世界で皆さんに気をつけていただきたいのは、アファメーションとかの時に自分のですね、心の中を外部化するにあたって、その自分が使ってる言葉がどの形の言葉なのかって結構意識した方がいいと思うんですよ。っていうのは、普段使ってる言葉に比べて、多分アファメーションって結構皆さんきっちり書かれると思うんです。それがなんかちょっとかしこまってるなと思うのって、私はしょうがないんじゃないかと思ってます。アファメーションってどうしても書き言葉で書くものなので、話し言葉と乖離が生まれるのって当然なんですよ。それはそのままで私は置いとけばいいと思います。なんだけど、それでも情感がですよ、こう読んだ時に湧き上がるように生き生きとした言葉にするようには努力しなきゃいけないとは思うんですけど、やっぱりあくまで書き言葉ですからってことがお伝えしたいんです。話し言葉とは違いますよって、それでいいんですってことです。まあでもフスハーってすごいアラビア語の中でやっぱり綺麗ですよ。なんかコーランとか読み上げられるの皆さん聞いたことあります？すごい綺麗ですよね。アファメーションも一緒で、せっかくこうやって自分の思いを外部化するものなので、しっかり読み返すときはちょっと言葉に出してみて、心の中でブツブツって唱えるだけでもいいですから、それでわーっとその気持ちが湧き上がるようにっていう風にやってみていただきたいなっていう風に思います。